まず、今何してる人でどんな生活してるかっていうのを教えてください。はい、今は石川県の能登島でスクルーチという炭開きの家をしております。炭開き、うん、炭開きって住むに開くですよ、炭開き。へえ。なんかゲストハウスって言いたくないのと、うん、まあいろいろ法律があったりとか。あ、なるほどね。うん、するから、まあ、自分の家を開いて友達までの友達まで泊まっていいよっていう家をやってるっていうのを炭開きっていう。あ、へえ。そう。で、まあいろんなものを作ったりとか、うん、海で遊んで。山で遊んで、うん、畑して、うん、寝てますなるほどね、うん、結構頻繁に人が来とるんですか。あ、月の3分の2ぐらいは誰かいるかな。あ、そうなんや、うん、冬以外は。え、おらんときは、人がおらんときは何しとるん。うーん、なんかバイト頼まれたらバイト行ったり、うん、まあ、草刈りしたり、うん、なんか物作ったり、うん、彼氏に行ったり遊びに行ったり。ああ、なるほどね。そう、なるほど、なるほど。え、物作ったりって何作ったりしたの。はい、貝殻を拾ってピアス作ったりとか、うん、木工で、うん、なんか鍋敷とか子供のおもちゃ作ったりとか、うんうん、ゴミ拾って、うん、ゴミアートみたいな。お、価値のないものに活用をつけることが好きで、うんうん、まあ、基本的にうちの材料はほぼ全部ゴミなんだけど、木もタダでもらってるやつだし、うん、まあ、貝殻とか、まあゴミとゴミじゃん。で、あと、うん、あのマグネットとかもシーガラスとかシートを切ってゴミで、うんうん、あれ、まあ、まさにゴミゴミアートだあれは。で、なんか普通はなんか価値のあるものに価値つけるけど、うん、私はみんながなんか見向きもしてない価値のないものに、うん、なんか価値がついたのが楽しいから、そういうことやってる。それもなんか自分がこうやってたらワクワクするっていうか、もうただただ楽しいっていうのがきっかけなの。価値のないものに価値つけたいなと思ったの。なんだろうね、なんかもったいない精神が強いんじゃない。あ、そうなんや。結構、うん、使えるやんみたいな、うん、もったいない精神、うん、そうとか、なんか なんで、うん、環境問題とか、うん、ゴミ問題とかで結構興味があるから。あ、そうなんや。そう。で、まあ人もそうだけど、うん、なんか全然売れてないけどすげえ実力ある人とかを、うん、なんか世の中に、うん、こんなすげえ人いるよっていうのが好き、うん、で、物とかも一緒。埋もれてるけど、そう、実はめっちゃ原石なのにもう埃かぶりまくって誰も見られてないのを輝かせるのが好きそうなんだ。そうそうそう。へえ。だからもうスーパースターとかあんまり興味ない。ああ、もうね、光っちゃってる人ね。そうそう、全然なんか興味なくなっちゃう。へえ、そうなんや、うん、昔からそうなの。昔から、まだ26年しか生きてないからまあそうね、うん、ちっちゃい頃から。ちっちゃい頃はそんなに気にしてないけどね。最近なのかな。あ、でも自然の中に暮らしてたらさ、うん、まあその、うん、消費的な世界のこともまあ普通に名古屋に住めたからわかるし、うん、前実家もそんな感じだし、うん、まあいろんな世界、まあ、ネットで見たりとか、うん、海外行って見たりとかして、うん、からなんか、まあもうこのまま普通にさ生きてたらさ、まあ、なくなってしまうじゃない、この世界っていうものが、うんまあ、そういうのを考えたりとかして、うん、と、まあ、なんかそういう境地にたどり着くんじゃないかなと。あ、
このまま消費し続けとったら、うん、もう地球もたんやと、うん、そしたら、まあ、ある意味結構なんだろう、そうやって自分が価値のないものをこう命入れることが結構実はまあ表に言ってないけどメッセージみたいなのがあったりするのかな。うん、あでも距離が置いてからはかなりそんな感じ。ああやっぱそうなんだ、うん、そうだね。あれ見たら結構わこんなにゴミあんだとかさ、だってさ、うん、昨日行った海全然海ゴミないように見えるやん、うん、ちょっと行ったらクソがあるからね。あそうなんだ。めちゃめちゃもうゴミやゴミの海って感じ。うーんあそこはめっちゃ拾ってて、うん、ちゃんと管理人さんたちが、うんうん、拾ってて、なんか あんまり波来ないから来ないけど、うん、波がめっちゃ来るとことか、うん、ゴミだらけ。確かにうちなだとかもすごいかな、うん、なんかゴミで山できそうなぐらいゴミある。あそうそうそう、うん、本当にそんな感じ。本当にすぐそことか、うん、超絶汚い、うん、あみんな捨てまくってるからね本当に、うん、何でもかんでも。なんか結構海にさ落ちてるゴミ見るとさ、うん、プラスチックだなって思うんだよね、うん、結局あるのってそうなんだよ ね。いやでもそうじゃない鉄とか沈んでるし。あそっか。そう、まあ、紙とか布とかは、まあ、一応溶けるから、うん、いいんだけどプラスチックは溶けないじゃん、うん、でマイクロプラスチックになって、うんうん、魚の体内に入ってそれを我々は食べてて、うんうんうん、でなんか地球上の塩でもうプラスチックがないところはもうないらしい。あそうなんだ。そう、だからうちらが食べてる塩の中にもマイクロプラスチックは大量に入ってて、うんまあ、歌としたちもプラスチックは大量に摂取している。うん、知らんうちにプラスチック食べてんだ。そう、それがね体で溶けて吸収されて、うん、なってるかもしれないよね。そうそうそう、うん、今は分かんないかもしれんけど何年後とか出てくるかもしれないし。ああああああ、というか海が汚いのは好きじゃないです。そうだよね、うん、こうわー海綺麗と思って足元見た時に結構残念な気持ちになるよね、うん、なんかさそのさじゃあ、ま、価値あるものにっていうところのさちょっと戻るんだけど、うん、木工とかさ、うん、陶芸とかもやってし、うん、こうやって物作るの好きやんか、うん、なんか物作りってずっと昔から好きなの。まあ、親がずっとそういうの、まあ、陶芸も木工も、うん、トールペイントとかも、まあ、木に描くやつみたいな、うんうん、とかもなんかいろいろやってたのをここで見てて、うん、なんか造形教室とか絵画教室とか習ってたから、うん、まあ好きやったけど、まあ、とりあえず大学生の頃は特に何もやってなかったけど、うん、前の職場で陶芸やり始めとか木工やり始めて、うん、そっからああ好きやったんやなって思い出してきて。おそっから、うん、そうなんや。本当に物を売ろうってしてたのはここに来てから。あ、自分で作ったのね、うん、ちょっと今さ、はい、前の職場でって話が出てたけど、はい、前はどんなことしたの。前は長野県の山奥の中で、うんうん、1年間子供と一緒に薪の生活をするという生活を3年間仕事としてやっておりました。